まず試合お疲れ様でした。さっきの、試合のですね、感想っていうところをまず聞かせてもらえますか。はい、全国という舞台でなかなか自分たちの思う通りにプレーができなかったことです。また最終日まで、試合続きます。そちらに向けての目標だったり、意気込みっていうところを最後に聞かせてください。今3戦終わったのでこれからトーナメントということでもっと一つのプレーにこだわりながら戦っていきたいと思います。期待してます。ありがとうございました。